今回ご紹介するのは、海外サイトで取り上げられ話題になっていた、1983年にソニーから発売されたポータブルレコードプレイヤー PSFQ。 直立、水平どちらの置き方もでき、さらには壁掛けも可能で、レコードをセットして直立させた状態が似ていることから、フラミンゴという愛称でファンから親しまれていたそうです。ヘッドアンプやトランスミッターが内蔵されており、ポータブルが売りですので、当然コードレスでの演奏も可能。発売当時の価格は 39,800円でした。30年以上前に発売された製品とは思えないデザイン性などに対して、外国人から多くの驚きの声が寄せられていました。